少年の君という映画があるんですけど、号泣どころじゃないぐらい、もう5月ぐらい泣きましたね。もうずっとこうタオルここにくっつけたまま映画見てましたね。もう演出も音も映像も役者さんも、もう全てが素晴らしくて、やっぱりこうお芝居ができる人ってセリフがいらないんだなっていう、やっぱテーマもあのいじめがテーマだったんですけど、ちゃんと伝えたいことがしっかり詰まった映画で、本当に素敵な素晴らしい作品でした。一番今好きな映画です。好きな俳優さんはたくさんいらっしゃるんですけど、仲野太賀さん、仲野太賀さんが出てるものは結構見てます。もう名前で検索してそっから見るぐらいお芝居が好きで、どんな役もやっぱり自然だし、ものすごく魂がこもっているなと思うし、一生懸命演じてるなっていうのが見ててやっぱ分かるというか、泣き芝居が好きですね、太賀くん。共演させていただいた時もこの思いを全部伝えました。あれも見ました、これも見ました、これも見ましたって、え、すごいな、もう光栄ですみたいな感じでしたけど、あの昔お父様に自転車をいただいたりとか、お父さんとのエピソードはあったんですけど、太賀くんとのエピソードは全然なくて、共演した時に大好きですって伝えました。私が好きな音楽はジャスティン・ビーバーさんですね。あのコマーシャルで共演させていただいたことがあるんですけど、その時はあんまりジャスティン・ビーバーさんの音楽を聴いたことがなくて、共演した後にちょっとアルバム聴いてみようかなと思ったらドハマりしてしまったっていう。一番好きなアルバムはやっぱあの結構前のになっちゃうんですけど、やっぱ今の曲も全部やっぱ歌声と上手だなって癒されてます。練馬です。16歳までずっと住んでたんですけど、今別にこう忙しくなって人生が変わったり環境が変わった感覚もないんですけど、やっぱ練馬に帰るとすごく懐かしい自分を思い出せたりとか、まあ、もちろんお友達もいっぱいいるので、子供を連れて行きたくなりますね。あの団地で育ったので本当に子供が育ちやすい環境で、いろんなものが揃っているので、回転寿司食べに行ったり今でもしてます。今本当に教えていただきたいっていうぐらい時間が上手に使えてない毎日でして、ちょっとぐらいね、今まではこうやりたいことを紙に書いて空いた時間はすぐ一つこう上から潰していくとかよく言ってたんですけど、それさえもできないぐらい今ちょっと自分時間全てがなくていっぱいいっぱいです。どうしても一人のお風呂時間が譲れなかったんですけど、それさえ今ない状態で、嬉しそうに子供が入ってきちゃうので、ああ見つかったみたいな、一人お風呂バレちゃったとか思いながら自分の時間がなくなっていく。